第292回かな、トイック公開テストの結果やってまいりました。まあね、今年ほんと100回取れなかったらもう引退します。じゃあいきます。292回の結果は、はい、ハローで始まりました、むてつチャンネルです。さあ今回はですね、いよいよやってまいりました、第292回かな、トイック公開テストの結果やってまいりました。もうね、5月のトイックも今週末ですね。はい、受験票届いてますかね。じゃあ4月のやつやっていきたいと思います。まあなんかね、難しくなかった全然って言って悩まなかったって言ったんだけど、まあ、反省会ラジオをまあ毎回やってるわけなんですけど、そこでね来ましたもんね、いやそれ違くないっすかみたいなね、答えが割れた問題ね、すごい揉めたんですけど、いやーわかんないっすね、合ってたのか間違ってたのか結局わからないままだったんですが、まあなんか英語の問題じゃないよね、どう論理解釈するかみたいなんでちょっと嫌でしたけど、はい、それでは行きましょう。今回の CM は、あー、またトイック e ラーニングのやつが来てますね、はい、そして見方とトイックスピーキング&ライティングテストのね、はい、お知らせ来てますけど、そういえばトイックスピーキング&ライティングテスト変わったんだよね、スピーキングが変わりましたんで、そうなんですよ、公式問題集と800プラスのお知らせと、あ、リピート受験割、申し込んだ実施会の1年後の同月から3ヶ月間に実施するトイック LRR 公開テストのうち1回が割引対象となると、あ、そういうことなんだ、4月に受けたら来年の4月だけが割引対象じゃなくて、4月、5月、6月とその中の1回が割引対象になりますよってことなんですね。はい、まあ私は毎回受けてるので毎回割引対象なんで関係ないですけどね。それでは行きましょう。やだな、結局あのリーディングどれが正解だったんだろうって。もう今年はさ、ね、言いましたからね、今年ほんと100回取れなかったらもう引退しますって言ってますから、トイック受験取れなかったのと困るわけですよ。じゃあ行きます。292回の結果はこうなりました。シュッ、あー985でした。やっぱりリーディング違ったのか、合ってなかったか、残念。うわー。はい、それではリスニング見ますね。あ、100、100、100、100、はい、全問正解ですね。はい、リスニングは全部合ってます。そう、全然間違ったと思わなかったからね、簡単だったんだけどね。はい、続いてリーディング、あー2箇所減ってるわ。195、196、100と、まあこれが具体的な情報っていうのが、あれが間違えた問題かな。うん、でも語彙っていうのはちょっとわかんないな、どこ間違ったんだろう。2問ミスかな、じゃあ。ということで、そっか、2問ミスしてるからね。はい、久しぶりのさよなら。前ね、なんかね、頑張ってる人もいるんだからトイックを破るなんて、なんて失礼な、いや、誰に失礼なの意味わかんないんだけど。まあ確かにあのほら、カードとかでさ、なんかすごい貴重なカードとかをさ、破ったりすると、そのカードをね、手に入れられなかった人に失礼とかあるんですけど、いや、これ破ったところで、手に入れなかった人に失礼って、ならなくない？トイックの。カードだったらさ、そのカードが1枚なくなるごとに別の人が手に入れられる可能性が減るっていうのはわかるけど、私の破られたことで誰かの、ね、980点の可能性がなくなるとかないですからね。ということでした。うわぁ、ダメだったかい。かぁ、取れると思ったけど、ダメでしたね。やっぱ解釈の違いでしたね。完全に真っ二つに割れてましたからね。いや、ここにこう書いてあったからこれが正解でしょっていうのと、いやいや、こう書いてあったんだからこれが正解でしょ。うん、あの問題良くないと思いますね。どっちの解釈も理にかなってると思ったしね。はい。こういうね、トイックっていうのは情報処理の問題ですから。ちょっと英語とは違うところで難しくなってるよね。という感じで、次回も頑張りたいと思いますので、受験される皆様一緒に頑張っていきましょう。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 悲しい。残念。残念、無念。